結合化とは、述語が取る、必須の項の数である。例えば、美しいのように項を一つだけ取る述語の結合化は、1、見るのように二つ取るものの結合化は2、送るのように三つ取るものの結合化は3である。一般に、結合化が N である述語を、N 項述語、または N 化述語と呼ぶ。特に、動詞であれば、N 項動詞、または N 化動詞とも呼ぶ。 例えば、美しいは一項述語、見るは二項述語、送るは三項述語である。結合化という言葉は科学の原子化から来ている。結合化は多動性の概念と密接に関係している。多動性も省略できない項の数によって決まり、自動詞、多動詞、二重多動詞などが定義される。例えば、結合化の概念にも問題がないわけではない。省略できない。 本質的な項というものは常にはっきりしているわけではないからだ。例えば、など、何が省略できないのかを定義するのは難しい。認知文法では、省略可能性は程度の問題だという立場をとっている。曰く、いろんな項はいろんな程度で狂気する。よって結合化に厳密な境界はない。路地版の内容後は、基本的に一つから五つまでの結合化をとる。 項の順序、結合下の関係は公式に定義されており、プレースストラクチャーと呼ばれている。例えばクラマはと定義されている、来る、行くに相当する術語である。これらの項の位置を明示する標識として、ファ、フェ、ファイ、フェードアウト、フーがある。項は任意で無制限に追加できるが、それら不正規の項は術語との関係が不明瞭なので結合下とはみなされ、にくい。 ありがとうございます。